福岡大学附属大堀中学校、高等学校は、福岡県福岡市中央区六本松一丁目にある、私立中学校、高等学校。通称は、大堀もしくは、福大大堀。学校は、福岡市の中心部、大堀公園すぐそばにある。創立以来、道徳教育を、見学の精神とする。1996年に中学校を再校し、 中高一貫教育をスタートさせた。校舎は福岡県西方沖地震などの影響もあって老朽化が進んだことで建て替えが検討され、一時は九州大学六本松校舎跡地への移転も考えられたこともあった。最終的には旧校舎を取り壊した上で現校舎敷地内に新校舎を建設することが決定し、2010年4月に新しい7階建ての 校舎が誕生した。一学年670人と県下でも有数の大規模校である。開学以来男子校であったが、2011年春から教学科が決定。2011年度から中学校で開始。2012年度には高校で教学科がスタート。中学、高校ともに教学科した。教育方針日本人としての自覚と誇りを持たせる道徳教育を通じて、 人間性を高める広く自主活動を促し能力を、啓発する教育目標国際的な視野を養い、適正な判断力と自主性を発揮する高い知性と、豊かな感性を培い、自由で伸び伸びとした活動をするたくましい体と、思いやりの心を育み、お互いの人格を尊重するなお、この効果は、福岡大学の第二応援歌、我らが副大と、メロディー、歌詞が同一である。あり。 2008年設立60周年を記念し、新時代の大堀製のイメージにふさわしい制服に一新された。冬の制服は以前は明るいグレー色の内ボタン型制服だったが、一新後はボタンを外に出し、色もチャコールグレーの学生服タイプの制服に変わった。夏の制服は白色のポロシャツにチャコールグレーの学生ズボンである。胸元にシンボルマークが入る。かつては、 黒の学ランであり、学防も着防が義務付けられていた。2011年春から入学の女子生徒の制服については、中学と高校ではデザインが異なる。中学校は、セーラータイプを基調に、大堀り独自のチェック柄を、プリーツスカート、襟、袖口に採用。高校は、スーツタイプとし、大堀り独自の檻で、プリーツスカートベスト、上着を基調に、 凛とした気品をかもし出すデザインを採用している。普通科。すべて学科内コースの扱いである。行事は年により変更になることもあるが、概ね以下の日程で行われている。一年を通して、体育祭、文化祭、芸術鑑賞、講演会、弁論大会、遠足、林間学校、スケート実習、スキー研修、避難訓練、スポーツの日など様々な行事が行われている。 中学、高校共通の行事と、中学、高校それぞれ独自の行事とがある。中学3年時、高校2年時には修学旅行が行われて、中学、高校それぞれが海外あるいは国内など様々な地を訪れている。春、夏、冬の長期休暇中の補修授業も行われている。生徒には、勉強、部活動、文化活動など様々な体験ができる環境を、 整えている。新しくなった学食には各種メニューがあり、昼休みには多くの生徒たちが食事をとっている。また、年10回程度、土曜日に土曜講座を実施しており、著名な学者や奏者などが招かれ、講演するほか、AED の使い方を学んだり、模擬裁判を行うこともある。中学校では海外への修学旅行、希望者にはオーストラリアへの短期海外研修や、 ネイティブ外国人講師による校内語学研修などの国際交流、語学学習が可能となっている。また、交換留学生交流も行われている。体育祭や文化祭などの学校行事は全て生徒会が運営している。中学1年生は全員が希望の部活動に所属し、2年生以降の活動は自由となっている。本部は大堀高校内にある。 支部は全国に及び、関東支部、関西支部、東海支部、筑紫支部、か谷や小賀支部、福岡市役所支部、福岡大学部支部など多数ある。政治芸能スポーツ野球サッカーバスケットボール、バレーボールゴルフ、その他スポーツマスコミ、文化学会、研究伝統工芸、その他。ありがとうございます。